はい、僕です。ということでね、今日はね、底辺元ブラガ元が噛んでるよ。底辺元ブロガーのね、僕がね、生意気にもね、北海道の計画、ツーリング計画の立て方みたいな感じでね、お伝えしていきたいと思います。これね、ベテランライダーさんはもうね、全然もう距離感とか分かってると思うんで、問題ないんですけど、初心者さん向けだよね、立て方、計画のね、どこで走っていいみたいな。で、生意気ですけどね、ちょっと参考までに、参考にしていただければいいかなと思っております。でね、もう北海道って、自分関東住みなんだけど、関東よりでかいのよ。関東よりでかいから、普通に地図見て、ここからね、函館から1日で、ね、釧路まで行ってとか、いろいろ計画立てるんだけど、ちょっとね、距離感が違うんだよね。で、実際、本州とか関東とか走れる距離の 1.5 倍は距離進めるんだけど、なかなかね、その計画通り行かなかったり、雨だったりするんで、ちなみにね、函館から釧路までね、550キロぐらいだったかな、あるんで、だけど、1日で行けちゃうのよ、はっきり言って、下道でね。ライダーさん、朝早いから、午前中だけで300キロとか誘導してたんだよね。なので、まあ、計画の立て方、皆さん、お盆休みとか行くと思うんですよね。まあ、7月とか行かれる方もあるんだけど、繁忙期、7月、8月のお盆休みあたりで、まあ、1週間ぐらいで行かれることが多いと思うんですけど、大体500キロ、1日500キロぐらい走っちゃうと、本当ね、あんま観光できないんだよね。おすすめはね、大体1日まあ300キロぐらいのペースで、300キロ前後のペースで走ると、朝からこの夕方ぐらいまでのんびり観光しながら、美味しいものを食べながら走れるかなっていう距離だと思います。これ本当賛否両論ある、いろんなツーリングスタイルの人もいるんで、自分なんか朝まあね、7時8時に出て、夕方の3時4時までに着く、8時まで走るみたいなパターンが多いんで、これ人によっては変わってくるんでね。それで、これはツーリングキャンパーさんね、キャンプツーリングメインに行く人にちょっとね、ちょっとアドバイスじゃないですけどね、生意気ですよね、なんだけど、計画、ツーリング計画を立てるときに、このキャンプ場、このキャンプ場って決めるんだけど、あまりその、ピンポイントで必ずここ行くっていう計画立てない方がいいと思います。なぜかっていうと、さっきも言ったようにね、北海道って関東ぐらい広いと。広いので、どうしてもね、雨、風はまああれか、雨とかね、まあ雨だよね、まあ通行止めとか、その道路状況とかによって、ちょっと行けない場合があるんだよね。だから初めはね、一周とかしちゃいたいんだけど、その一週間で一周って、ほんときつい。本当辛い釣り目になるので、ピンポイントに、道北、ね、道東とか、道南とか、で、決めちゃって、そっちをメインにゆっくり回った方がいいかもしれないね。一週間ぐらいだとね。まあ、日本一周してる人なんかね、ずーっと回れるんで、ね、いいと思うんだけど、一週間ぐらいだったら、そのピンポイントで、その、道北、道東って、決めちゃって、余力があれば、まあ、他回ってもいいと思います。思います。これね、自分もよくね、台風とかでね、足止め食らう時があるんだけど、事前に分かっていれば、
宿を取っておいた方がいいと思います。台風とかね、すごい悪天候の場合は前日その前ぐらいに宿を取って確保しておいた方がいいんだけど、普通にね、別に天気が悪くなくて、なんか今日宿泊まりたいななんか言う時あるんだけど、その時はどっかしら泊まれます。必ず泊まるとこあるんで、宿は繁忙期のとこでも泊まるとこあるんで、なるべく事前にその上陸する前から宿は取らない方が無難だと思います。俺ね、一回ね、フェリーの中で一緒になった人がいて、稚内に、俺小樽よくね、小樽から下船するんだけど、新潟を取る民ね、そんでね、稚内に、ね、宗谷の方に宿を取ってたと。それでね、すごい雨だったんだよね、私大嵐で、その時にね、記録的な大雨で亡くなってる人がいたんだよね。そっちに、やっぱ宿を取ってるから、そっちに向かなきゃいけないって言って、まあもうね、7、8に行ったんだよね、僕はね。ものすごい雨だったって、それで宿行かなきゃいけないっていう。ね。まあキャンセルすればいいんだけどね。だけど、初心者だとやっぱそ行かなきゃいけないっていう、ね、ちょっと脅迫観念じゃないんだけど、あるんだけど、行っちゃうんだよね、やっぱね、無理してでもね。やっぱ初めての北海道とか、ちょっとあんま慣れてないなって、距離感があんまりつかめてないなっていう、ね、ライダーさんいるんだけど、なるべく無理しないで、キャンプツーリングの場合だと、もうすぐ、変更、第二候補とかね、立てとくといいよね、その方法。第一、初めに行くっていうのと逆方向の行ったりして、雨の時だけは必ず、走らない方がいいと思います、これ。走らなきゃいけないパターンがあるんだよね、やっぱり、帰りのフェリーに行く時とか、そういう時は仕方ないんだけど、なるべく、ね、雨の日は、走行距離に自覚したり、まあ、宿入っちゃったり、まあ、キャンプ場だったら連泊したりね。連泊して、その、時間を楽しむみたいな、ちょっと切り替えてした方が、次に繋がるね。行けなかったらいいんですよ、その場所に。次、予定立てたところ。また次行けばいいんで、まず、安全にね、帰ってくることが、ね、ツーリングの、まあ、終わり、すべてね、完了して、次に行こうって、なれると思うんですよね。まず安全、大体に安全なんで、なるべく雨の日は走らないでください。これ本当、まあ雨の日は十分注意してね、制限速度守ったりして、走っていってください。あとね、ロングツーリングやってると、やっぱりね、曜日感覚がなくなるんだよね。北海道の場合は、特にね、田舎の方とか行くと、ガソリンがね、スタンドが日曜日やってないとかあるのよ。必ず日曜日またいだりするんじゃん、ね、土曜日ついて日曜日ね。そういう時はなるべくね、前日に必ず朝早、夜ね、ガソリンを入れとくと。少しでも、100キロぐらいしちゃっても、もう2、3リッターでもいいから入れちゃうと。なるべく前日にガソリンは満タンにしておいた方が無難だと思います。まあ状況によりますけどね。まあそんな感じでね、北海道ツーリング計画、なるべくは、計画は立てるんだけど、方向だけ決めといて、あとはその日で決めてもいいと思います。天気によって動く。これ結構大事。なってくると思うんですよね。必ず行きたいとこはあるんだけど、もしそこまでの道中がちょっとね、通行止めとか、こう、迂回して、しなきゃいけないとか、いう場合で、時間がちょっと夜になっちゃうとか、いう場合が、夕方ね。そういう時ね、危険なのは鹿とかね。鹿がね、夜行性だから飛び出してくるから、ね、あれでまた事故とかね、起こっちゃうんで、なるべく昼、まあ走って、夕方3時4時
まあ、明るいうちにテントを設営できて、それ朝はまた早く明るくなってテント畳んで出発みたいな、そういうパターンの方が、まあ、これはもう別に人のスタンスによるんでね、ツーリングね、スタンスによるんで、まあこれは一概に言えませんけどね。まあ北海道ツーリングの計画の立て方、また他にちょっとね、分かんないことがありましたらね、自分もね、もう20回以上も行ってるんでね、あの回数で別にね、マウント取るつもりはないんですよ。あのオフロードとか乗ってる人の方がすごい詳しいんでね、自分なんかね、オンロードでね、このブラックバードとかで、オンロードしか行ったことないんでね、林道とか全然詳しくないんで、また北海道の一部しかね、知らないんだけど、それじゃあの、安全に気をつけていくっていうのが次につながるツーリングになるんで、そこだけね注意しながらツーリングライフ、北海道ツーリング楽しんで行かれるのが良いかと思います。またなんかね、あのこういうこと知りたいよっていう、まあ他のライダーさんもね、そういうアドバイス的なね動画上げてると思うんですけど、また違った目線でね答えられるかもわからないんでね、まあ、コメントでも残っていただければ、あのそれについてはまあわからない場合はね、ちょっとね参考にならないと思うんですけど、なんかアドバイスできることがあればね、またコメントでね残しておいてくれればお答えいたしますので、じゃあ良いねツーリングライフ、北海道ツーリングを楽しんでみてください。じゃあねー。